せーの、コザ放送協会。さあ今週も始まりました、コザ放送協会、略して KHK。 はい、この番組はコザ高校放送部が何かと戦う番組です。そうです、何かと戦う番組です。そこじゃね。そうです。自己紹介、はい、じゃあ MC からいきます。 MC じゃない、ちょっとごめん、ミキサーです。ミキサー、はい、はじめましてじゃない、はじめましての人も、うん、いつも見てる人もこんにちは。こんにちは。こんにちは。放送部2年の金城鈴鹿です。はい、次うーちゃん。はい、小座高校放送部2年の清波優子とうーちゃんです。はい、じじ、どうぞ。はい、小座高校放送部2年じじいこと小発カンタです。はい、じゃあつは。はい、小座高校放送部1年、身長高いといえばことつはゆうやです。確かにね。何センチなんだっけ。181センチです。マジで、マジで。あと2センチで福士蒼汰と同じ身長です。マジで。ってか福士蒼汰そんなにあるんだ。恋仲じゃん。知らなかった。恋仲する。超でかい。すごい。壁ドンして誰かに。いや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 。もしか、捕まる、捕まる。あ、脅迫だ。脅迫罪で。どう言わなかった。いやでもあれなんだっけ、今流行りのアミトン。あ、アミトン。アミトンだったら大丈夫だよ。アミトン知らない。わかんないの。まず女の子がいるさ、アミドを背にしているさ、うん、虫が止まっているさ、こっちから飛んで。いや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 。虫がトンってやる。いや、どんなシチュエーションだよね。難易度高いと思う、発動に。そもそもさ、壁ドンよりさ、追い込むまでがきついよね。そう、網戸に追い込みつつ、虫が止まってないといけない。そうそうそう。どういうシチュエーションで、女の子は虫を避けてくれたテンクみたいな。みたいな。わかんねえんだよ。壁ドンもドキッとしないし、はい、今週はこんなメンバーでお送りしていきたいと思います。約1時間どうぞお付き合いください。はい、ちょっとツイキャスでコメントが来ております。お、やったー。みさき、たけ、たけいみさきさんから何のラジオと来てます。小座高校の放送部のラジオですかね。なんだろう。そうですね。そうです。そういったラジオでございます。はい、はい、そして KHK では番組に関するメールやメッセージを大めっちゃもう本当にどんどん大募集しております。しております。 FM 小座のメールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 または小座高校放送部Twitter@コザアンダーバー HC @KOZA アンダーバー H アンダーバー C 全部小文字までお願いします。はい、はい、ツイキャスでもコメントをお待ちしております。ます、お待ちしております。お待ちしております。じゃあ外すごくね。わー、はい、やべえな。やっべえよ。レイニーだね。レイニーだね。レイニーっていうより台風だよね。台風だね。いや、まだ台風来てない。まだではないけど。なんか、今度の台風やばくない？なんかさ、こう来て、地味に、さーってかすったと思ったら、戻ってきて直撃みたいな。うん、あれじゃない？帰ってきたよって。帰ってきたよ嬉しくないよみたいな。カムバック。夏休み中の台風ほどさ、来てほしくない。本当にね。今年台風多くない？当たり年だよね。いや、最近多い気が。確かにね。ツイッターじゃない、ツイキャスで中野町の和樹さんから、沖縄市雨強くなってきたねーって。強くなってきましたね。傘持ってないんですよ。あらら。先ほど妹に窓閉めてって電話しました。だね。してたね。そう、窓開いてたらね、もう帰ってきた時に、あかんことに、うん、あの汚い机がびしょびしょになって。あ、わかるっす。もうそれ体感したことあってさ、本がさ全部濡れたわけ。どういうこと？窓を開けっぱにしたってこと？窓開けっぱにしてたわけさ、うん、夏だし換気しようと思ってクーラーつけてたからさ、うん、一応自分がいない時ぐらい換気しようと思って窓全部開けてたわけ、うん、そしたら雨とは知らずに帰ってきたら恐ろしいことになってた。うわ、ことがある。そう、窓開けたらね、悲劇が。そうね、俺も昨日窓開けてたんですよね、うん、そしてトイレ行って入った、あ、家、自分の部屋戻ろうとしたらなんか地面でカサカサって動く。そういう悲劇。そう、そういう悲劇。字が。あー、で、俺もG は結構俺の部屋で見るの3回目なんですよね。なんでカウントしてんの。だからもう慣れて、こう G との戦いを実況して動画撮って遊んでました。すげえ。え、お前勇者だよ。あ、アップはしてない。え、待って、見たい。マイテレフォンに。テレフォンに入ってるだけ。そう、テレフォンに入ってます。超気になる、見たい。だから基本的に窓はね、
そうですね。閉めた方が。閉めた方が。網戸閉めてたんですよ。網戸しない。網戸は信用したらならんぜ。そう。やつが飛んできても網戸で追いやられた。ごめん、めっちゃ違う話なんだけどさ、今日、網戸外れた。はぁびっくりした。どういうこと？誰かが網戸して外れた。網戸して。違う違う違う。どんな威力で網戸してるの？ズボーみたいな。なんか、外に洗濯物あるじゃん、うん、今日の朝までは晴れてたし、うん、こう外の洋服取ろうと思ってガッて開けたら立て付けが悪くて、うん、開かねえと思ってガッてやったらポンって外れた。お父さんに助けてもらいました。そっか、よかったじゃん。よかった、本当に。破けたのかと思った今、うんうん、あでも外れたんだね。音が察し、うちの兄のとこの網戸はこう斜めにペラってなってる。あ、四角いさ、網戸の網が、それがこう綺麗に半分剥がれて三角になってる。網がってこと。網が。おお、なるほどね。破れてる。ああ、それゴッキー入ってくる可能性大じゃん。網、うん、飛んできる。しない、直さない。うん、やだ怖い。怖いね。ちょっと雨止んできた気もしないでもないですが。気のせいで。気のせいかな。じゃないかな。皆さんちょっと外出時には気をつけて。そう、傘を持って。傘を持った方がいい、ね。そうですね。あと網戸と窓はちゃんと閉めましょう。網戸は。洗濯物も取り込んで。そうですね。とここ2、3日、3、4日。はそれを気をつけてください。誰も怪我をないことを願ってます。フィース。じゃあではここでどうぞ一旦 CM です。言い方なぞ。噂だから。ではここで噂読めばいい。見えば、あ、うん、うん、OK、読む。はい、こちら小松カンタが、うん、これの後に夏メロ、うん、はい、始まりました。ちょっと後で見せて。待って、後で見よう。これ後で見よう。超気になる。小発の、小発じゃねえや。小発派でやればいいんだ。何するんですか。あ、小発派で。時期は小発派。小発カンタと。小発派は別に。ズハユヤ。小発派で。小発派コンビ。二人合わせて。二人小発派。俺の部屋に出てないし。あ、でもこの前出た時は、うん、カーテンについてたから、カーテンを軽く押して外に出して網戸でシャッてこうあ、すごい、なんかテクってる。不意に出るゴキブリって何なんだろう。そう、本当にやめてほしいですよね。なんだっけ、あのさ、着替え、あの13歳祝いとかでさ、スタジオアリス、うん、あるじゃん。あっちさ、びっくりした、出てきた。あ、テンポはどことは言わんけど、やつが、で、退治したから千歳飴もらった。おぉ、超なんか、あ、その話聞いたことあるかも、うん、いとこと退治、あれ、女装と男装した時、うんうん、別の日の時、うん、他、どこでテンポやるみたいな、どこが多いかなっていう話をして、見に行った時びっくりした。なんで見る、あんな立ち向かったんだろう。一応女子なのに。あと20秒ですね。今20分って言いかけ20分ってもう半分過ぎるよね。9、8、7。あ、雨が弱まってるね。でもさっきからちょくちょく。ほい、CM 開けました。そして雨もやめまし、やめました。そう、やみました。やみました。雨も開けてきましたね。開けてきましたね。Yeah. はい、続いては、K 気になる、 H 本当か嘘かわからない噂を K 検証。長い。略して。略して。KHK のコーナーです。Yeah. はい。Yeah. はい、現在ではインターネットが普及し、さまざまな噂が飛び交うこのご時世。うん。ご時世、ご時世、一体何が本当で何が嘘なのかがわからない。わからない。そこで好奇心旺盛な小座高校放送部がそんな噂に立ち向かい、自ら検証していくコーナーです。うえ、叩くぜ。本日検証する噂はこちら。ですね、なんか聞いたことない、あのコアラのマーチ振り続けると丸ボール、何、丸くなるみたいな、球体になるっていう噂があるんだけど、なんかツイッターとかでも画像は回ってたりするんだけど、結構話題なんだけど、実際にね見たことはないかなっていう、自分たちもやったことないし、あーはー、ちょっとやるかっていうことで、お、いいですね、やってみましょう。小発くんがラジオ中ずっと振って、
ってる、はい、今日振っていきたいと思います。えでこれはチョコレート味、チョコレート、チョコレート味、うん、モーストポピュラーな、モーストポピュラー、うん、ピュラーでいこう。でこれ今やっちゃっていい、もう振り始めるよ、うん、これは振らないよ、あ、いいよ、マイクの入らないところで言ってね。ですね、今回、はい、味を用意したのがチョコレート味と小初くんが振ってるんですけど、わたあめ味、わたあめ、わたあめ、わたあめ、多分夏限定だと思う。花見、俺も初めて見た。そうね、初めて見たよね。でこれは普通に食べます、レビューします。あ、普通に食べるんですか。食べます。レビューします。そうね、小初くん、なんかね、小初くんしか振る人がいないみたいな、うん、暇なんだ、あスタチやることないしな、うん、みたいな。まあ多分この振った結果はエンディングぐらいかな。そうね、この1時間っていうか、この番組中で一体どれだけ、うん、球体に近づけるのかっていうのも分かんないけど、とりあえずやってみようっていう、うん、なんか振るといえば、あの、わかります、ヨーグリーナ、ヨーグリーナもなんか振ると白くなるみたいな。マジで、あれ本当なの、めっちゃ透明なのに。あら、分からない。やってみたい。じゃあ来週で、来週振ります。お、ちょっと待って、話ついでて。今週はフルフルウィーク、フルフルウィーク、フルフルウィーク、フルフル、フルフル2ウィーク、フルフル2ウィーク、フルフル2ウィーク。匂いは普通です、わたあめ味。じゃあ津波くんに渡します。食べて食べて、どんな味、普通じゃない。あ、なんかどういうことなんだろうね。なん、すごい優しいかき氷のシロップとチョコレートが混ざった感じ。マジで。あ、なんかかき氷のシロップチョコレート味みたいな匂い。あ、なんかちょっと想像つく匂いかも。あーはー、でしょう。言いたいことはわかる、うん、なんかそんな感じの、うん、ちょっと、まあ、うん、砂糖が強そう。そう、かき氷のシロップチョコレート味みたいな。え、なんかさ、いちごっぽくない、いちごに近くない。あー、匂いはコアラのマーチの。食べていい、こぼさないように食べます。じゃあ俺も、あ、今ので1個取っとけばよかった、うん、あ、俺も食べます。なんか話しとく、う、運動会リレーコーラみたいな。コアラのさ、うん、マーチのさ、模様だった、ゲット、なんか眉毛みたいな、願いが叶うよみたいな。あー、わかるかもしれない。でも眉毛の基準が分かんなくてさ。なんか眉毛じゃないものが書かれてたりとか、これは眉毛なのか眉毛じゃないのかみたいな。じゃあ I'm try tasting now now please give me、うん、Thanks。 美味しい、普通に。よいしょ、いただきます。わたあめってこんな味だっけ。わかんねえ、感触が違いすぎるから違和感を感じるのかな。なんだろう、美味しいけど、うん、わたあめ、わたあめなのかな。わたあめっていうよりなんかホワイトチョコレート、ホワイトチョコだよね、うん、色も白い。でもほのかにわたあめを感じるよ。見えるかな。うん、これは白いです。なんだろうこれ、目隠ししてこれは何味でしょうって言われたら、ホワイトチョコって言うね。ホワイトチョコって言っちゃう、うん、これ、うん、あ、ごめん、あ、いや、どうぞ。今ずっと振ってるんだけど、うん、関節が痛くなってくる、肩の。じゃあ誰かにパスするか。オラが、オラが、あとなんか二の腕が部分痩せとかしそう。ああ、ダイエット、え、右腕だけね、今。でもあれだよ、コアラのマーチ食べたら結局太るんだよ。ああ、そっか、うん、え、でもあの丸いのってさ、うん、食べたい？丸いの？ああ、でも興味はある。なんか、うん、あれだったよね、あの後輩いたっけ、なんか、あ、後輩とね、今日マックでね、話したら、うん、味はそんなに美味しくなかったですよみたいな。やったの？なに、あれ友達がやったのかな、わかんない、どうなのかわかんないんだけど、本人がやったのか、うん、食べたことがあるらしい。へえ、すごい、あれ本当になりますよ。マジで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 、ちょっとこれさ、ラジオ中にもしかしたらできないかもしれないけど、うん、ちょっと真剣にやって、うん、ちょっとできたかできてないかは、うん、ツイッターの方でやろうか。写真もでも載せますので、うん、気になる人は結果が、じゃあスタチのね、技量が足りなくて、ほらツハとかなんかさ、ねえツハなんだっけこれ、やるよやるよ、自分やるから。名前なんだっけ、カクテルみたいにやる、そう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 、バーテンダーバーテンふりしてる、うん、バーテンフリー意外と難しい。わかるわかるよ、理解できない、あれあれ超むずい。そういうやっぱプロの技なんじゃない。コアラのお味さ、めっちゃ話変わるけどさ、うん、味何が好き。エスナー普通にチョコ。あ、嘘、いちごとか結構好き。俺コアラのお味チョコ味以外食ったことないかもしれない。マジで、じゃあ今日お初と、あとあのなんか温めたら美味しくなるやつ以外食べたことない人。え、それはそんなのあるの。え、知らない、なんか
ほんまやでなんで急にエセコアラのマーチあのなんかあの電子レンジでチンしたらなんか中のチョコが溶けてめっちゃうまくなるみたいなそんな味ありませんでした。なんか別になんかコアラのマーチのなんか画期的な食べ方とかじゃなくて、いや違くてなんか冬限定のやつになんかここら辺に温めるともっと美味しいみたいな。マジでそんな声それあれじゃないの、冬におすすめの食べ方とかではない。あ違う違う、あった気がする。味も別なの、味別っす。すごい、でもチョコなの。でももう夏じゃん、食べたかった。誰かバニラアイス味食べた人いないの？いない、めっちゃ美味しかった。バニラアイスの味がした。ガリガリ君の新しい味、うん、コアラのマーチのバニラアイス味、いやアイスじゃないっしょガチガチで、でもわたあめじゃないっしょ、これわたあめじゃないっしょ。まあそうだね、わたあめじゃないね、これは。美味しいけどな、食べてない普通に、単純に。なんかコアラのマーチはたくさん味出すよね、うん、結構ね、意外と出す。あそうだね、でもハロウィン味、ハロウィンパッケージがハロウィンみたいな。びっくりした。あ、そういえばハロウィンといえばさ、全然話変わるよ、もう超変わってる。ごめんね、大丈夫だよ。なんかもう脱線に次ぐ脱線もうこれ放送部のなんだろう、差がというかなんというか、しゃあないよ。まあしゃあないけども、うん、そう、あのもうさ、三重、昨日三重行ったんだけど、すでにハロウィンのブースみたいな。早くね、めっちゃ早くない？まだ8月22日だよ、うんうん、ハロウィンのところができてたさ、2ヶ月以上後で、しかももうさ、洋服買いに行ったんだけど、もう夏バーゲンってもう終盤の終盤ぐらいだから、もうほとんど秋物だわけ、うん、長袖ばっかでさ、なんか服が選べないみたいな、うん、あ、もしかしてオニュー、うんうん、あ、違うの違うの夏バーゲンってすごいよね、うん、なんか、そう、小発に行ったんだけどさ、小発？小発くんに前行ったんだけどさ、ああ、うん、2000円の洋服がさ500円ぐらいで売ってて、増えてなったっけ。びっくりだよね。あ、でも 70% とかさ、うん、なってんじゃん。バカかなって。70%オフってすごいよね。バカかなって思う。元取れてんのかなって。いやでも売り切らないといけないから、うん、そう、在庫抱えるよりはいいよね、うん、みたいな。そう、あれ、うん、経営学的にはこう、なんていうんですか、在庫で高い値段のやつを置いとくよりかは、うん、安い値段でそう売った方が、うん、なんかいいらしいです。へえ、やっぱそうなんだ。何、頭いいアピールしてきた今。してきた、してきた。してきた。あ、頭いい、頭いいアピールみたいな。経営学的には。経営学的にはみたいな。そう、じゃあ、そうらしいです。なんか公式がありました。へえ。経営学いくら？そう、経営学。公式があるの？うん、あります、あります。じゃあとりあえずそろそろ、ね、このコーナー締めていい？締めよう。いい、締めましょう。結果はエンディングで言います。どのコーナーでもツハか誰かが振ってるって思っといてください、うん、はい、もし気になる噂、もし気になる噂や放送部に検証してほしい噂がありましたら、おきらじじゃないFM 講座のごめんなさい、メールアドレスの 761@fmkoza.jp か、コザ高校放送部ツイッター @koza、これは普通に読んだ方がいいかな、アンダーバーアットコザアンダーバー H アンダーバー C の方まで、メールやメッセージを寄せください。待ってます、待ってまーす、はい、以上、気になる本当か噂、本当か嘘かわからない噂を検証、略して KHK のコーナーでした。デデデン、じゃあ次のコーナーに移ります。はい、移ります。次は小発くん。はいはいはい、はい、次のコーナーは、夏メロ、夏メロのコーナーです。イエーイ、イエーイ、夏休み企画。このコーナーではサマーの夏と、懐かしいの夏にかけまして、なんとか年代の夏のヒット曲っていうような、うん、いわゆる夏メロを紹介していきたいと思います。懐かしいメロディー、はい、懐かしいメロディーですね。メロディー、まあ、メロ、うんうん、で今日紹介するのは2000年のヒット曲ですかね。そうですよ、2000年8月のヒット曲です、はい、自分たちが2歳ぐらい。俺は1歳。そうだね、おう、君は1歳だね。普通の弟は生まれた年。あー、うん、俺が、うちの妹が生まれる1ヶ月前ぐらい。おーい、まあ、おい、紹介兄弟ネタ。はい、ではお聞きください。ミスチルの Not Found。
はい、この曲はですね、あ、今紹介しました Not Found はですね、フジテレビ系ドラマバスストップの主題歌。バスストップ、英語は言いたい、まあ、見たことはないんですけど、2歳ぐらいなんです、うん、これ1歳ですしね、まあ、でこの曲はなんとですね、うん、曲のコード進行はくじ引きで、うわ、テンポはダーツの合計点で決めたと超ウケこの情報やばいウケたと思った すごくね、すごい、これしかもこれがさ、なんとさ8月のオリコン1位っすよ。うおすごい。俺もこんな風に作曲してみようかな。しかも本作についていいんじゃん、この曲のために活動を続けてきたという内容の発言をしたため、マスメディアが最高傑作と言ったことがある。最高傑作はダーツとくじ引きで決まりました。すごい。でタイトルの由来がですね、うん、インターネットでウェブページが存在しなかった時に表示される、うん、カッコ404の Not Found から来てて、うそ、歌詞にもそれを示唆するような部分があるっていうような曲ですね、遊び心満載だね。そう、なんかね、もう聞きな終わっちゃったけど、うん、ちょっともう一回聞きたいなと思うよ気になるね、うん、じゃあ次の曲今日紹介お願いします、はい、今日は3曲3曲、あ、待って、でもね、ほらブース外にさ、あのキラ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 みたいな、フル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 みたいな、フルフル、だからちょっと2曲で終わろう。あ、オッケー、じゃあ最後の曲、じゃあ次の曲っていうか最後の曲になりますね、うん、最後の曲は、はい、最後の曲はプッチモニの、バイセコー大成功です。じゃあ流します。
はい、プッチモニのバイセコー大成功でした。大成功。大成功。なんだろう。なんか演歌入ってなかった。いろんなジャンル入ってた気がする。いろんな曲が、曲調が。まあ、この曲は2000年の7月の26日に発売ですね。うん。で、この曲はみんなで歌って踊って笑って楽しく行こうっていうコンセプトで。なるほどね。まあ、なるほどね。だから面白かった。いろんな曲入ってて、みんな、ね、年齢層みんな楽しめるよみたいな曲なんだ。子供からお年寄りまでみたいな。適当に言いましたよ。はい、じゃあ老若男女コーナー締めてくださいな。あ、はい、まあ以上ですね。適当か。はい、世代がヒットした人も初めて聞いたという人も楽しんでいただけたでしょうか。でしょうか。以上、楽しかったです。夏メロ、夏メロのコーナーでした。イエーイ。一旦 CM。 そうですね、今実はブース内に最初自己紹介した4人以外の人が来てもう倍以上の人数がいるんですね。そのゲスト、ゲスト、初ゲスト、初ゲストじゃないですか。CM を一旦挟んで CM 後に紹介したいと思います。 CM 後も聞いてください。よし。あ、CM 入ってる時は大丈夫。うん。しょ。何聞く？沖縄市のどういうところ？あなたの心にインストール。いいと思います。まあ。MC してたら手震えるんだよな。任せんしゃい、そこら辺は任せんしゃいです。あ、そう、これあのツイキャスとかでインターネットに流れてるんですけど、ちょっと事務所が NG で顔出せないっていう。世界のツイキャス。そう。あ、大丈夫、大丈夫ですか。そう、事務所がちょっと顔出したらダメって言われてて、まあ、そんなのはないです。ないですよね。ちょっとあちらにしたいです。こっちにしよう。あちらにお願いします。おい、喋るときはなるべくマイクに近づいたよ。はい、わかりました。これはちょっと違うと思うんですよ。旅活、旅活、旅活国家ボランティア部、皆さんでございます。あ、はい、だって喋らないと。これ引っ張れば伸びるんで。まさかの。あと40秒。おい、40秒。質問どうする。マイク上がりだからね。エドリブでアドリブって言って。じゃあ何しに来たんですか。何しに来たんですか。関係してないの。謎見えるな、そう今。あ、で、友達、うん、すごいスポーティーな格好をしている方が先生かな。で、後ろにいる。4、あ、はい、3、はい、2、1。はい、じゃあ CM が開けました。何キャラ。CM が開けました。はい、開けました。初めてのゲストの紹介をしたいと思います。イエーイ。たくさん来てる。じゃあ、自己紹介をお願いします。これはみんなのくくりで。どうします。まずこの団体は何なのかが気になるな。旅活高校から来ましたボランティア同好会です。おお、ボランティア、ボランティア、ボランティア。からの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 お名前、今日私ですか。はい、私、国吉にきと申します。はい、よろしくお願いします。じゃあ一人一人ちょっと名前だけとか、高校名とかお願いします。何年生とか。旅活高校2年小橋川涼香です。お願いします。お願いします。旅活高校2年あざまみおんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校2年玉やかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。旅活高校2年宮城桃香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。旅活高校2年しげるいここです。よろしくお願いします。お願いします。旅活高校2年の大城和樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生方は先生方もいいですか。どうせだったらせっかくなら旅活高校、国際理解ボランティア同好会の顧問の山内です。よろしくお願いします。はい、じゃあこのボランティア同好会っていうのは
どういう活動をしているのか教えてもらってもいいですか？そうですね、よくこのボランティアがあるごとに、このボランティアを主催している団体が学校に向けてこのボランティアに参加しないかっていうのを募集してくれていて、それをこの毎週火曜日お昼の時に募るんですね。このボランティアに参加したい人はいるかっていうことで、でこの時にやりたいっていう人が各自参加していく、なんか自主参加的な感じ。あーすごいですね。なんかもうなんかなんだ、高校生の鏡みたいな活動してますね。すごいですね、ボランティア自主的だよ、すごい、うん、かっこいいな。今日はどうしようね、どうしよう、何を喋っていいのか自分分かんなくてさ、もう申し訳ない。コミュ障発揮してるところ。今日はなぜ今日は今ちょっといなくなってる。さっきあちらにいた方々が、はい、このタイから来た高校生で日本語を勉強しに来ているんですか。この人たちと交流を図ろうっていうことで。国際交流。あ、すいません、社会人でした。ちなみに何してきたんですか？ですね、何しました？さっきは一緒にコリン山の方まで行って、はい、屋上から嘉手納基地を見て、なるほど、そこからこの大衆食堂のミッキーの方に行ってきて、ご飯食べてここに来たところです。あ、ミッキー食堂。あっち、なんかすごいあれですよね、なんか一国感出てますよね。なんだろう、なんていうのかな、東南アジア系のショー、なんだろう、いろんな国が食べ物屋さんみたいな、そう雰囲気がすごい、そう多国籍で、この前あっち行った時にタイ人の人と一緒に行ったじゃないですか。でタイがいて、日本人の俺がいて、中国人のお母さんがいて、であっちで食ってたなんか韓国人の人も来て、すごい、ツハすげえな、めっちゃグローバル、超グローバルな食堂になってた。すごいすごい、ね、あ、いいな、めっちゃすげえじゃん、う、うん、楽しそう。やべえ、もうなんだろう、ダメだね、なんか沖縄の人にすらなんかコミュ障してたらもうなんかダメだね、なんかみんなすげえ、そう、ね、そう、え、それでまあタイ人の人とはどんな話を。あ、そうですね、なんか、あ、すいません、そう、気温気候だったり、あ、私が喋ったのあれですかね、テレビでちょうど台風情報の話をしてて、あ、台風怖いよねって話。怖いですね、世界共通だよ、やっぱ台風は。今も降ってますね、降ってますね、ちょっとさっきよりは弱くなったけど、まあ、かなり強かった、うん、油断はできないね。家の窓閉めてきました。ちょっと待って、これ聞いてないと分かんないじゃん。そうだよ。え、じゃあちょっと与勝高校のこのなんていうんですか、魅力というか。急だな。あ、もうそれは今回のことは関係、今回のこととはまあ関係なくてもいいですし、関連させてもいいですし、うん、この、ね、例えば今いたタイ人の人、自慢とかタイ人の人が、うん、俺、与勝高校行きたいあるよみたいな思わせる、あるよ、中国じゃね、タイ人か思わせるみたいな、なんか、そうですね、そう、与勝高校ここすげえよみたいな、うん、あ、あります、あります、どこどこ、お掃除大会っていうのが毎年恒例で、1期生の時からお掃除大会、1期生から、はい、1期生の方が企画して、それから生徒会主催でやってるものがあって、ちょうど今準備期間なんですけども、そうですね、来週じゃないや、来月の来月の2週目ぐらいにやるんですけど、これが2日間ずっとお掃除、ただひたすらお掃除をする。へー。で、生徒会が審査係に回って、このなんていうんだろう、審査、例えば窓だったら窓が見えなくなるぐらい、え、ああ、なんかこう走ってたらバーンみたいな、窓あったのみたいな感じになる窓ってことだよね。なんかある角度から反射するところから見ないと窓があるって認識できないぐらい、すげー、まあ、綺麗に磨いたり、やべー、なんか審査基準が厳しい、あー、お掃除大会、うわー、超すげーじゃん、生徒会も忙しいね、これは超すげーじゃん、個人的に参加したい。めっちゃ窓拭きたい、綺麗好きだよね、窓拭き楽しい。なんかすごいね、こういう行事がある与勝高校ありきのボランティア部って感じがしますね、なんかいい感じにまとめたっぽい、ね、うん、そう、どやボランティアどこかにもありますね、この一緒にお掃除をしようっていう、すごい、めっちゃクリーンな高校生だね、うん、なんか超綺麗そう、うん、うん、わかる、わかるよ、あの綺麗な窓に見られてない人が行ったら絶対窓にぶつかりそうな感じの。本当本当本当。汚いもんね。なんかね、ちょっと何も言わないで、小座高校ちょっとあれにして、そこら辺はまあノーコメントで、うん、
じゃあ、 やっぱ大会ということは何ハワイ旅行みたいな、あ商品商品商品はあります、お菓子はあります、あおいいねいいね、出るよいいね。お菓子っていうすげえもん。お菓子ね、みんな釣られるもんね。うん、高校生お菓子大好きだし。10円お菓子で、やっとお菓子くれるのみたいな。掃除するみたいな。3年生がすごい早い。これはスピード勝負？スピード勝負っていうと、この掃除がおざなりになってしまうので、あまり。綺麗かつスピーディーですか？そうですね。あ3年生ももう慣れるんで、あ先輩のあれですね、なんだろう、中学校から上がってきたらすごい6年間やってことで、なるほど、中高一貫ですよね、うん、よかった、中学校からやってるのすごいね、緑ヶ丘、あ、そうだね、緑ヶ丘だね、なるほど、じゃあお掃除なら任せろみたいな、そういう人だっているわけですね、いますね、じゃあなんかそのままお掃除会社に就職したりする人とかも、ダスキンとか、そんなにお掃除目指せダスキンみたいな、面接とかで意外と武器になったり、おーあーすごい、お掃除なら僕得意ですよ、特に窓が面接の時とかすごい役に立っているそうです、へえめっちゃいいですね、磨いて磨いて窓を消し去ることができます魔法使いますね、すごい君採用みたいな何の会社だよ分かんないすげえなー、やっぱ掃除って社会的にも心をきれいにだしね、うん、重要視されてるんですね、どうしたの、どうしたの、え、他にお掃除大会以外に、あ、景色、すごい景色が綺麗、中城湾がすごく綺麗です、小沢高校、いやいや負けてないですよ中条湾とかね、丘の上にあって地学室からの眺めはやばいですよ、多目的さんの層からの眺めやばいっすよ、いやいや足りないで嘘ですよ、これは後でね、じゃあちょっとこの写真見比べてっていうのもやっぱ楽しそう、いやでもまとめていい、まとめていい、なんかもう沖縄じゃん、ほら沖縄って海が綺麗じゃん、めっちゃアバウト海綺麗じゃんみたいな、そういろんな高校素敵な景色があるってこと、沖縄すげえってことじゃん沖縄素敵ってことじゃん、そうですね、対立はダメだよ、対立はダメ、そうですね、すごいですね、はい、じゃあさ聞きたいことがあります、沖縄県のじゃあ与活のいいところを聞いたんですけど、沖縄県のいいところ、地元私たちの住む沖縄県のいいところはどこだろうみたいな、観光客とかにもしなんか魅力を伝えるとしたら、例えば、うん、内地の人と交流があったとして、あのさっきのタイ人とかに沖縄のここがいいよみたいな、反映してるんですよ、ちょっとカンニングが、カンニングじゃないです、あ、じゃあ人との温かみだそうです、あーだそうです、まあ、人の温かみ、温かいですもんね、うん、タクシーの人めっちゃ話しかけてくれる、わ、うん、かる、あと案外みんな体温が高めとかねいや、そこ面白くない、どういうこと、面白くないごめんなさいタクシーのうんちゃんめっちゃね、優しいよね、なんか沖縄だけらしい、だけらしい、マジで北海道でさ、話しかけられなかった、へ、割と、うん、それは、ね、そういう性格だったんじゃないですか沖縄にも別にあんま無口な人だってわけじゃない、え、でもさ、風の日とかさ、病院でタクシーで病院に行くときに、うん、すごい気分悪いのに話しかけてくれる人もいるじゃん、割とえ、わかんないごめん、ちょっとわかんないあ、そうか、でも、それぐらい優しいよね、優しいですね、他になんかありますかね、他に人の温かみと挙手制で、挙手制で、挙手制ではいって何でもいいですよ、ご飯美味しいとか、あの本土とは違ったこの景色の良さ、おまた景色みたいですよ、景色っすよね、海ですもん、海がもう多分海だったりこの緑も多いので、うん、目の保養になるんじゃないかと、確かに目の保養、確かに目の保養になる、きっと目も目がいいんだよ沖縄県民、目が良くなると思う、メガネの自分が言うのもなんだけどさメガネつけてるから説得力が、じゃあこれ立て目立て目立て目、オッケー、あー、オシャレオシャレ、オッケー、オッケー、海めっちゃ綺麗ですよね、海綺麗だよね、
じゃあなんか、うん、ごめん、なんでもない。なんでもないの。じゃあ星見に行ったよっていう話をしたかったけど、あ、全然関係ないやと思ってから。星が見えるのもあれなんじゃないですか。田舎だからですよ。田舎だから。離島に行ってですね、ペルセウス流星群の時にめっちゃファーみたいな。星だみたいな。天の川みたいなさ、なんかあれが見えた。雲じゃない、これは星だみたいな。ね、どこぞの主人公みたいな、なんか物語の主人公、これは星みたいな。みたいなことがありました。謎すぎるよ。きっと沖縄が綺麗な証拠だと思います。星が見えるのは本当にすごい綺麗な証拠。うん、中国全く見えない。もしかしてあの大気的なことかな。そう大気的な、あポピュレーション、汚染だね、汚染的なあれで、ちょっとね、見にくい。あー、そっか。福島じゃない、東京もすごいなんか見えなかった。あー、じゃあ、空気が澄んでる。そう、空気が澄んでる。あ、もしかしてこれは掃除をしてくれる横勝高校のね、影じゃん。そうですね、そうですね。まとめが遠いや。今、露骨にこのよいしょしてきたから。いや、でも本当にさ、でもだって掃除してくれる人がいないと、まあ、やっぱりもうそんなさ、綺麗にならないじゃん。うん、まあまあね、始めてくれてる高校があるってことはすごい誇りだと思う。じゃあここからまた全国に発信全国にピピ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 ちょっと何言ってるか。まあ掃除をしようってことです。掃除をしよう、ちょっと見習いたいですね。見習わなきゃね。小佐高校もやってるけど、そこまで厳しくはないしね。結構ゆるなんか大会って言って、なんか商品もあるみたいな。このしかも2日間でしたっけ、新歓球技大会みたいな。すげえ。何年、すげえ、自分3年前ぐらいに、3年ぐらい前までは3日間ずっと。すげえ、3日間、すごいじゃん。3日目筋肉痛やばいですよ。筋肉痛になるぐらい全身が必死にガチで。窓やばい、すごい。校舎内だけじゃなくて自分のスリッパも磨かないと汚れが広がっていっちゃう。なるほどね。先にスリッパの洗濯から始まる。あー、すごい。なんかもう盲点って感じ、すごい。汚れの根本を断つ、足元からみたいな。すごいね。めっちゃすごいですね。すごいですよね。もうなんかもうほーしか出てこない。すごい。靴からはやべー、発想なかった、個人的には。あー、もうなんかもうこれは1日ですか、掃除って。掃除はずっとやってます。ずっとですか。はい。授業もない。授業ないんですか。あ、授業ないです。見たなかったです。今は2日ないですけど。あー、いいな。もう終わらなかったら、終わらなかったら残って掃除か、別の日にまた続きをやってもらう形に。数学が 2,3 時間潰れるんだよ。いやでもなんかすごいね。なんかさ、一応スタッチも掃除あるじゃん、うん、でもなんか50分間掃除みたいな日しかないじゃん、うん、長くても、長くてもお掃除大作戦みたいな。そうそう、2日で終わらないってことがあるってことは、スタッチの掃除めっちゃ甘いってことだよね。1週間かかっても終わらないんですか、俺たちの教室。やばいね。まず第1回ではなんか、ね、ちょっとここは小佐高校見習うべきじゃないかな。すごいですね。文化祭に向けてね、綺麗にして、めっちゃ綺麗にしよう。はい、なんか思いの節とか、なんか喋りたいことありますか。なんか人たちばっかり喋っちゃってる気がするので、うん、沖縄市のここが良かったよとか、なんかそれが横津高校でなんかイベントあるよとか、そういう広報的なやつがあったら、そろそろこんなのがあるんです。体育祭10月の17、宣伝していいですよ。どこでやるかとか、学校内なんですけども。こう何時からゲストに誰が来ますとか。じゃあ待って、もう一回ちゃんと言ってもらおう。私たちが喋ったから情報曖昧になってる。じゃあお願いします。10月の17、18、横津高校グランドにて体育祭が行われます。おお、興味のある方はぜひ横津高校グラウンドへお越しください。お越しください。行きたいです。一番目玉の競技は、あ、部活動の太鼓で、あ、女子がダンス頑張ってます。おー、てか体育祭って土日でやるの？空手するみたいです。おお、2日間なんですね。土日でやるんですか、体育祭。はい。へ、すごい。え、違うんです。自分たち1日でした。あの土曜日はあの生徒のみ、多分日曜日か。あー、で、そういうこと。日曜日はこの一般公開的な感じ。ゲネと本番みたいなことだな。そうだね。おー、すげーな。へえ、すっげえ。行きたい。そろそろだね。じゃあ、横津高校
ボランティア同好会の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあエンディングまで一緒に、エンディングまで一緒にしてもらいます。申し訳ないんですけど、ちょっとコアラのマーチ振るの途中から忘れてました。申し訳ないです。頑張ります。今結構振ったから。すごい。そうだよね。うん、ちょっと話の邪魔かなとか思っ、うん、とか思ったとか言い訳してみます。はい、あーでも体育祭土日か、死ぬね。土日か。あ、まあそろそろ締めるか。エンディングしてもらいましょうかね。うん、エンディング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 の髪が、あ、これ、あー、カメラが事故りました。カメラが落ちた。何か落ちましたよ。もし締めていいから、はい、やっちゃって。じゃあもう締めますね。お願いします。コザ放送協会、略して KHK、 とうとう終わりの時間となってしまいました。残念。おい、残念です。早いですね。今回は初ゲスト会でしたね。でしたね。喋り倒してしまいました。そう、ね、申し訳ないですね。聞いてくれた方、メッセージをくれた方、ありがとうございました。ありがとうございました。よかつ高校ボランティア部の皆さんも、同好会の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、さあ、そう、さあ、そうね、KHK のコーナーのコーナーね、コアラのマーチ、コアラのマーチ、一体どうなったのか、オープンしてみましょうよ。もう開けて。はい、じゃあ開けてみたいと思います。でてーん、じゃあ途中で振るのやめてたってことはさ、実質20分ぐらいしか振ってないよね。いやでも、あ、でも、粉砕してるな。粉砕してる。あ、これはボールじゃないっすね、確実に。絶対粉だろ。粉だね。粉だろ。え、開けない。あ、いいけど、うん。で、開けて開けて。じゃらら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 らあ、実況して、はい。カメラ向けて、カメラ向けて。なんか、ちょっとボロボロになってくる。コアラたちがちょっと グロテスクな感じに。えははは、じゃなくて、実況してよ。ツキャスの皆さん、こうなコアラのマーチがちょっとボロボロになってくる。嘘嘘、ほんとだ、ほんとだ。なんかコアラのマーチ、すごい形整、なんかコアラのマーチがクッキーに、ややクッキーに。あ、はい、起こさないでよ。トライテイスティング。変わんねえって食えってこと、絶対味変わんねえって。はい、じゃあ食べてみたいと。すごいなんか、はい、カオスな感じに。あ、じゃあ俺も横津高校の皆さんも。また目味あげる。あ、食べたかった。また目味食べますか。後であげましょう。あ、そうですね、後で。あの、まあ、コアラのマーチになんか粉がついた感じですね。じゃあこれは気になる人はもういや、ね、これ容器変えて、うん、もう放送部的には後でやります。風呂後でやります。来週一体どうなったのかはお話しします。でツイッターとかにも写真をアップします。はい、じゃあ横津高校のボランティア部の今日出てみてどうでしたか。楽しかったです。お、よかったです。ごめんなさい。じゃあぜひまた出たくなったら来てください。体育祭前とかにもう一回宣伝したいと思ったら来てください。見どころとか言いに来てください。こういうことが決まったんで、ここが一番見どころですみたいな、うん、生徒一体となって練習し、うん、超Lカメなんで、またぜひ遊びに来てください。はい、じゃあ本日は金城鈴鹿と急なみゆと小発寛太と津波優也と横津高校ボランティア同好会でお送りしました。すいませんね。もう閉めていい？閉めていいよ。はい、来週もこの時間に会いましょう。1時から。1時から2時です。1時間。1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。これさ、残ってるのバイバイしかない。バイバーイ。じゃあ、せーの、バイバーイ。また来週。ごめんなさいね。また来週。また来週。噂大募集。